本日の試合はインターナショナルカップアジア地区予選日本対北朝鮮埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。さあ母国の誇りと魂を背負った選手たちの姿が見えてきました。両チームイレブンの入場です。サポーターが見守る中ピッチ上では選手たちが円陣を組んでいます。さあ今心を一つに日本代表今前半キックオフです。非常にプレス早いですね。岡崎から本田なんか一人入ってますよ。低いボール本田決まった日本選手届きません。さあ日本この重要な試合でまず一歩リードしています。しっかり寄せてますよね。どうする？シュート！いやーよく止めた。これはよく止めました。いい反応見せましたねキーパー。スペースを狙ってきます。さあどこに出してくる。あそしてコーナーキックになります。シュート！ここは一旦キーパーへ下げます。ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに響き渡ります。後半展開していくのでしょうか。我らが日本代表サムライブルーさらに相手を突き放すことができるのか。後半へと続きます。日本としては若干守備的にいってますかね、まあ1点リードしてますからもう少し前がかりでもいいと思いますけどね。なるほど。危険なシーンでした。前に繋いでいきます。味方上がってきてますね。チャンスを演出できるか。狙いましたね。自分で持っていく、打てるか。原口シュート。素晴らしいゴールですね。直前のドリブルキレッキレでした。自分の形に持ってきますよね。なんかこう確率を上げていくようなボールの持ち方しますよね。さあ日本これはもう。そしてここで最後の笛。2-0日本見事勝ちました。七海さん今日の試合ですがどうご覧になりましたか。